ロジャー・パウエルはアメリカ出身のミュージシャン、バージニア州生まれ、8歳からピアノを始め、高校時代は地元でトランペット奏者、ディスクジョッキーとして活動していた。大学時代に作曲を学んだ後、レコーディングエンジニアとして働き始めるが、1970年、勤めていたスタジオが購入したシンセサイザーに強く、興味を惹かれ、スタジオを退職してアープに入社。 取扱説明書の作成や演奏指導、新しいシステムの研究などを手掛ける。1972年、ロックバンド、ニューヨークロックンロールアンサンブルにツアー参加。これがきっかけとなって、アトランティックレコードからソロアルバム制作のオファーを受け、1973年にアルバムコズミックファーネスをリリースする。1974年、 ユートピアのライブの観覧を通じて、トットラングレンと知り合い、バンドに加入。1980年、ソロアルバム、エアポケットをリリースする。2006年、長期の休業の後、ソロアルバム、フォッシルポエツをリリースする。本業のミュージシャンであると同時に、電子機材の専門家として、ユートピアの作品制作に貢献した。加入の時点で3人必要だった。 ユートピアのキーボード奏者をアルバム太陽神からはロジャー・パウエル一人で担当していることからもその多彩さが推察されている。ショルダーキーボードの演奏家としては先駆的な存在であり、ロジャー・パウエル自身が開発に参加したキーボード、プローブはその後のショルダーキーボードの開発にも影響を与えたとされている。特にヤンハマーのショルダーキーボードはプローブを ヤンハマーが演奏しやすいように改良した機種であり、ボディの色と左手部分のコントローラーの形状以外は、プローブとほとんど同じ機能を有している。ありがとうございます。